伊達昇進8月26日隊は、日本の実業家、政治家。岩泉産業開発、岩泉乳業各代表取締役会長。元岩手県下平軍岩泉町長。岩手県下平軍遊芸村出身。1970年、早稲田大学社会科学部卒業。田野畑村役場に奉職、田野畑村産業開発校舎。 岩泉町産業開発公社専務理事を経て1999年、岩泉町長に初当選した。2015年、無投票で再選、合選を果たした。2016年8月に台風第10号が岩手県に上陸した際、町としての対応が批判された。8月30日午前9時、伊達は町内全域に避難準備情報を出し、午後2時には、 町役場の北側の地区に避難勧告を発令したが、東側地区には避難指示や勧告を出さなかった。結果として、東側にあった高齢者グループホームにいた人々は、取り残され入所者9人が死亡した。だては、残念ながら油断していた。申し訳ないと謝罪。岩泉町では、関連死も含めて23人が死亡した。2017年10月中旬。 岩手日報社の女性記者が取材で宿泊していた岩泉町内のホテルを訪ね何度もドアをノック。記者が開けると部屋に入り無理やり抱きついて複数回キスをした。記者は精神的ショックで休職。岩手日報社が謝罪するよう求めたところ、伊達は台風15号への対応で2017年2月に心的外傷後ストレス障害と診断されたことが 原因だと回答した。当日の自身の状況について、顔はない髭をそろうとしたら、突然、助けてという声がしてきた。前の日に会食した記者が連れて行かれる現状に襲われ、ドアをノックして電話したら出てきて、ああよかったと思わずハグをしたと説明した。また、伊達は、歪説行為に及んだ直後の10月25日、PTSD を理由に、 森岡市内の病院に入院している。12月5日に、公務復帰。12月8日、町議会に9日付の辞職を申し出て、全会一致で承認された。ありがとうございます。